こんにちは伊島田です、えー、本日は2024年11月1日です、えー。本日の動画なんですが、えー、6面体メッシュを作成する、まあ、ツールである、まあ、プロメッシュを使ってですね、メッシュを作成して、まあ、そこから、えー、カリキュリックスで計算をして、最後にプリポマークスで結果を見ると。 ます。まず最初にこの画面に見えているのがマプロメッシュというメッシャーなんですけれども回転させてみるとこんな感じになっております、まあ、いわゆるメッシャーですので、まあ、ここでメッシュを作るという話になるんですけれどもまああの近代的なユーザーインターフェースと違ってですね、まあ、少しこうクラシカルな ユーザーインターフェースなんですが、まあ、実際のところですね、ここの画面を触ることはほとんどないです。でどういう仕組みかと言いますと、まずこういった、まあ、基本モデルですね、テンプレートモデルがありまして、でまあ、それに対して、えーっと、パラメータを、数値を変えてですね、それで形状を変えていくと。 いう形になりますそしてあの基本的にこのメッシュというのはあのプログラムで作られておりますえっ、ー、と先にちょっとそこを見せましょうかまあどんなプログラムで書かれているかというとまあ、こう一目で見ても全然わからないと思うんですけどもまあ、パラメータ設定をした後に、えー、各種計算数式によってですねまぁ、あ、この形状をですね作り出しております まあこの中には独特なですね、マ、まあ、プロメッシュのスクリプトの文法がありますので、まあ、それに従いまして、えーまあ、作っていくわけですね。この文法についてはスクリプトヘルプで、えー、解説しておりますので、まあ、ここで、これ、ね、日本語コマンド、英語コマンドでもあのできますけれども、えー、各種、えー、コマンドがありまして、まあ、それに従って 作成していまあこういった変数を使い変数とか数式を使って、えー、記述していくわけですね、まあ、それで記述されているのはこれですで複数ファイルを使うことができて、まあ、ここから参照するということですねこの、まあ、今の場合はここに出力 INF01 という、まあ、出力用のファイルをあの参照しているという 構造化もできるようになっております、まあ、そういった形で基本的にこの形状ができておりますが、えーっとまあ、それをいちいちですねプログラムを書き換えるというのは大変なので、えー、通常はですねここにあの表示されているパラメータを数字を入れることで、えー、形状を変更していきます、まあ、ちょっとやってみますけれども例えばガラスの寸法ですね今見えているのは えっと48になっているんですがこの寸法ですね例えば、えー、44とかやりますと、まあ、この寸法ですね赤い部分がガラスなんですけどもまあこういうふうにあの寸法が変わるわけですでえー、例えばまあそれ以外でもですねえっ、ー、と上の台の寸法であったりあるいは そうですねちょっと分かりやすいところでいくとこういったところ、まあ、この台の特徴的なところで、えーまあ、傾斜角を変えられるんですがちょっとこれ分かりにくいですね、えー、もうちょっと分かりやすいところ下の台の方が分かりやすいですかねえー、っと長 R ここ 20R でできているんですけども、まあ、例えばここを、えー、半径9にしまして。 とこ,こ,ですね、この R がまあちょっとなだらかになるわけですね逆にここを R を小さくしますとえー、っと先ほど6でしたっけ4とかにしますと、まあ、成立するかどうかっていうところはあるんですが、まあ、成立すればですねの形状を作ってくれますまあこういった形ですね R が小さくなっておりますす元に戻すに戻はこ,こ,です、ね、このようにですね、基本形状に対して寸法を変えることによってパラメータスタディをしてですね、結果を比較するということができます。ちょっとここでは、今回の動画では説明しませんが、これをですね、自動でですね、連続的にパラメータスタディをさせるということも、機能としては持っております。今、この動画ではですね、 えー、マニュアルでですね、ここから一個一個寸法を入れてですねあの、形状を作成していきます。下の台、えー、傾斜角、今2度になってるんですけども、例えば6度とかに、あこ,この傾斜角ですね、下の台の傾斜角を6度とかにすると、これは傾くのではないかと思いますが。 ちょっと傾きました分かりますかねこういう傾あとガラスの厚さですね厚さを2倍の2ミリにしてみましょうまあこういった形でですね厚さを変えることもできるということになりますでこのようにしてですね、えー、と形状を決めましたらデータ出力で、えー ここに、えー、書き出すわけですね。で、えーまあ、例えば、なんか名前をつけてですね、えー、ここに保存しますと、実行用のパネルが出てきます。ですので、まあ、ここを押しますとですね、解析が始まります。まあ、今あの、カリキュリックスを設定しておりまして、まあ、こちらですね、カリキュリックスのパスが指定してあるので、まあ、この ですから実行コマンドを叩いて、えー、実行していきます。で、これが、そうですね。えー、っと、何時間ぐらいですか。えー、っと、7、8時間かかったんですが、一応結果がありますので、そちらを見ていきたいと思います。えー、これを計算した結果ですね。えー、こういう感じになりました。えー、これ上から見てるとこですね。ちょっと回転させてみましょう。こんな感じで。 今、色は変,変異ですね。もう一度上から見てみたときに、えー、この角のところが大きくはみ出しています。で、えー、とこういった形ですね。変形形状、こんな感じになります。えー、ではですね、えっ、ー、と、これが、 クリープ歪歪みみですね永久の分布になりま,すまあ見やすいようにちょっとここでは、えー、台の方を透明化しますね30上の台も30にします、えー、まあこんな感じでちょっと向きを揃えましょうか ここがオートマティックになっているので、これを必ずトゥルースケールにしてください。ですね。で、結果の方はこういう感じで、これ5刻みになってます。これはフリケーシンシを5にしたんですけども、これはあのまあ5ぐらいでちょうどよくって、これ1だとですね、かなり5ギガぐらいデータになってしまうと大きいので、こ,このくらい。これだと700、800メガぐらいですかね。 えでまあ、このくらいならいいかなということで、こうしております。では、アニメーションで見てみたいんですが、タイムイクリメントではワンスにしておりますね。えー、そうだ。1.58なんで、1.6ぐらいに固定しておきましょうか。1.6。これで。 で、アニメーションで見ていきたいと思います。タイムインクリメントで、えワンス。今、まあ、設定したので、ここはグレーアウトされてますね。で、えー、これで直す。そうすると、ずっと熱膨張で大きくなった後に、えー、上台を押し込んでいって、で、最後ですね。で、えー、冷却とともにですね、台を まあ上に逃がすという感じです。もう一度流します。熱膨張して、で、上の台を押し込んでいって、下までくっついたら、え、解放します。という感じで、このくらいちょっと、あの、スプリングバックがありますね。 戻ってきちゃいますねこれは本当は台に追従させたいんですけども、えー、どうしたらいいかっていうことがありますまあそれはちょっと今後ですね、えー、検討していきたいと思いますいろいろですねパラメータを変えることによってですねあの台への追従性転写性をですね改良することは可能だと思いますが今このこあの パラメータセットだとですね、なかなかその追従性あまりよくない、このくらいまあ収縮によってですね、えー、台から離れてしまうっていう形状がまあ少しえ求めていたものとはこう違ってしまいますよね。まあ、ここはあの平坦にしたいわけですからね、平坦にして、ここもまあ下台に追従するような形にしたいえわけです。 それあたりをですね、今後でパラメータスタディをやりながらですね、そこを追求していくという形になると思います。残留力はこんな感じですね。この部分で残留力が大きい感じになっております。こんな感じでですね、これは6面体要素を使ったので、比較的少ない要素数でできたということで、 えまあそういう意味ではですねメッシュを作成に使ったマプロメッシュというメッシャーが非常にですねあの優秀であの良いメッシュを作ってくれたということになります。まあ、これでですねパラメータスタディーをやりながらあのより転写性の良い台の形あるいはまあ他のパラメータの選び方ということを追求していきたいと思います。 本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。